はい、今回ねご紹介しますのは滋賀県の長浜市にある北琵琶湖ホテルグラッツェさんです。ちょっともう暗いんですけど、目の前がもうね長浜港なんですよ。暗くてよくわかんないですね。はい、でこっちがね本館のグラッツェ館で、隣にねソプラ館っていう館があるんで、ちょっと先にそっちのねソプラ館を見に行きたいと思います。まあ、これカフェベローナっていうカフェのピザの窯ですね。これ美味しそう。あ、薪が置いてある。で自転車ここにねサイクルスタンドあるんですけど、頼めば中でね預かってくれるのがいいですね。サイクリストっていうか琵琶湖で回ってる人も多いんで、事務所の中の方でね預かるサービスもやっているそうです。でここをね、まあ、屋根あるんで別に雨降っても大丈夫なんですけど、ソプラ館の客室はねもうコロナから使ってないみたいで、今は朝食会場として利用しているそうです。でこっちがねソプラ館で、この2階が朝食会場ということです。ここの2階、あ、書いてるね。階段もしくはエレベーターで2階。はい、じゃあね本館の、グラッツェ館を見ていきたいと思います。グラッツェめっちゃ綺麗、宮殿風っていうか、ね、めっちゃ綺麗ですね。入って右側がフロントです。でウェディングサロン、こっちお手洗い、お手洗い、やっぱりね結婚式やってるだけあってめっちゃ綺麗。スタッフもめっちゃしっかりしてるし、で右側がフロントです。レストランが、ね、いくつかあって、アフタヌーンティーがさっきのソプラ館でしょ。あとグラッツェ館2階に竹部島、グラッツェ館1階のスピアッチャ、炭火レスイタリアン、あとそこのベローナ。前なんかね仕事でここで食べた気がしますね。なんか今日は琵琶湖で利用してるんですけどね、もう汗だくだくの格好でねチェックインするのがめっちゃ恥ずかしかった。これは炭火焼きのお店ですね。めっちゃ申し訳ない、なんかけどやっぱり琵琶湖でね利用する人多いみたいですよ。この階段でも上に上がれるのか。あ、2階がね竹生島があるんですね。和食レストラン竹生島。
もう今ビワイチで80キロぐらいあの大津から自転車こいでやってきたとこなんでね、汗だくなんですけど、めっちゃなんか浮くって感じ。ちょっと一回ね、下降ります。またこの上も、これ上まで行けるのか、あれ何階まで行けんねやろ。この上はあれかな、バンケットとかかな、結婚式の、あ、結婚式場やね。うん、バンケットホールですね、これ結婚式だ。結婚式やるだけあってやっぱり綺麗。ちょっと1階に戻ります。で、こっちがエレベーターホール、エレベーター2機。1階ね、7階の大浴場って言いましょうか。7階にね、大浴場あるんですよ。なんか土日の特定日だけかなって思ってたんですけどね、いつもやってるみたい。めっちゃ嬉しい、ないと思ってたから。4階から6階が客室。はい、7階です。7階のこっち左が女性のお風呂、こっち男性のお風呂ですね。で、内風呂の外にね、あの露天のジャグジーがあってね、めっちゃ気持ちいいです。ただそんなにね、大きいお風呂じゃないので、あの団体がね入ってる場合は、一般の人はね、団体の食事時間を聞いてね、その間に入るのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに夜は11時まで、朝もやっててね、6時からオープンします。団体重なったら厳しいっていうか、かなり混み合うと思いますね。で、こっち女性のお風呂で、自販機、アルコール、で、こっちはソフトドリンク、結構リーズナブルな値段ですね。いや、ほんとね、あの露天のジャグジーはめっちゃ気持ちいいですから、おすすめです。じゃあね、部屋向かいたいと思います。部屋、今回の部屋はね、4階一番下ですね。めっちゃ安かったんで仕方ないですね。鍵はこんな感じのキーホルダーがね、差し込み電源になるみたいで、めっちゃ重たい。で、4階に降りましたと。421、そっち非常口、両サイド。よで、入ったらここに差し込み電源、めちゃくちゃ重たいこのキーホルダー。で、ここに早速コンセントが2口。これなんや、クローゼットかな。いいよ、クローゼット。はい、上に消臭スプレーとハンカー、洋服ブラシ、靴べらで、スリッパはね、リユース式ですね。で、枕の予備。非常口はね、両サイド。はい、じゃあ見ていきます。シングルルームですけどね、めっちゃ綺麗、さすがって感じやね。なんかいつもあの手頃なシティホテルとかビジネスホテルが多いんですけど、個人では、個人で泊まるのはなかなかあの綺麗なホテルに今回は取りました。はい、で、ここ荷物置こうかな。で、寝巻きはちょっと寝巻き後で見よう。で、机。で、ティッシュ。電話。メモ。
なんか、おしゃれっていうかね、やっぱりイタリアをイメージしてるんで、いちいちちょっとなんかね、おしゃれ。水は、飛騨の雫。なんで飛騨やねんって感じですけど。え、ケトル。あ、コーヒーがドリップ式っていうのが言えないですか。京都小川コーヒーのドリップ式コーヒー。で、ほうじ茶、お茶、緑茶。お茶もなんか美味しそう。いいね。カップもおしゃれ。で、テレビ。テレビちょっとちっちゃめですね。で、冷蔵庫。よいしょ。冷蔵庫、ゴミ箱。で、こっちの景色は、湖が見えてるんですけど、ちょこっとだけ。で、そこチャペルかな。うん。低層階なんであんまりね、ようわからないです。ベッドはね、これ2人泊まれるんですよ。ダブルベッドで。シングルユースなんですけどね。で、ここに常備灯。で、リモコン。エアコンのリモコン。で、向こうに、スタンドライトのスイッチ。で、この辺に電源がない。ちょっと困る。ここかな。ここ。コンセント2口。最寄りの、コンセントはここかな。ちょっとこの辺にね、欲しいですね、電源が。で、寝巻き見てみましょうか。寝巻きは、よいしょ。はい、こんな感じの寝巻きです。ワンピースの、はい、長い。足つくんちゃうかな、俺。背ちっちゃいから。はい。こんな感じですね。よいしょ。机もね、めっちゃ綺麗。色がいいっすよね。落ち着いた色で。ちょっとパソコン使うには狭いかなっていう気もするけど、この辺どけたら問題ないかな。はい。じゃあ次お風呂。よいしょ。はい。なんか暗いな。暗いな。はい。こんな感じのね、ユニットバスで、シャワートイレ、で、ドライヤーはパナソニックのイオニティ。で、アメニティはね、ちゃんとお部屋にセットされてまして、歯ブラシ、じゃあ、綿棒、コットン、串、これ何や、ヘアバンドかな。なんだ、なんかよくわからへん。で、ひげ剃り。こんな感じですかね。はい。で、ここにコンセント。で、ハンドソープ。なんか、意外と、おしゃれな外観の割には、なんか、シャンプーとかは、ちょっと地味ですね。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ。まあなんかちょっと地味。なんかもっとこの辺こだわってんのかなと思ったけど、そうでもなさそう。バスタブはね、結構大きいっていうか深いですね。シャワーヘッドもなんか、この辺はちょっとやっぱりなんかね、昔ながらって感じしますね。ベッドサイドもそうやったけど、この辺は。はい。こんな感じですね。よいしょ。でもすごいおしゃれ。なんかハウステンボスの中のホテルみたい。ホテルアムステルダムとか、ウォーターマークホテルとか、そんな感じ。はい。ということで、こちらがね、滋賀県の長浜にね、ございます。北琵琶湖ホテルグラッツェの、まあ、ダブルベッドですけどね、シングルルームのね、お部屋でございました。はい、ホテルからね、最寄りのコンビニの行き方をね、ちょっとお教えしたいと思います。ホテル出たらね、左側に出てもらうと。で、ここのね、道めっちゃ暗いんですよ。で、ここまで出てもらって、向こうからも行けますけど、ちょっとこっちから行ってみますね。ここの道も暗いんですね。なので、女性の方は、あんまりね、ホテル入ってから夜出歩くのはおすすめしないです。
この辺りねめっちゃ人通り少ないんで、見ての通り街灯もないし、で一旦大きな通り出ます。港町っていう交差点ですけど、ここまで出るとこのね目の前にグリーンホテルイエス長浜港館っていうホテルがありまして、ホテルの1階にはね焼き鳥の秋吉が入ってます。まあ、秋吉でご飯食べるのもいいと思いますし、まっすぐ行って右側にセブンイレブンがあります。ただ10分ぐらいかかるかな。セブンイレブンの手前右に曲がったら長浜の駅なんで、駅越えたら平和堂があります。ちなみにそこの交差点を左に行ったら方公園長浜城という立地でございます。なのでちょっとねホテルからは10分ちょっとねかかるので、なんかいるものあったらねホテル入る前に買っておいた方がねいいと思います。